回したボールを受けてメデル、頭で合わせて、すごいテクニックだ。得意の右足入った、ゴールです。0対3、マウロ・イカルディハットトリック達成となる見事なゴールです。素晴らしい。さあチャンスです。シュート、取るのは黒のユニフォーム FC チッタリアフア、フォーメーションは 3-5-2、 右から左に攻めます。赤のユニフォーム、イタリアの覇者インテルがシュートを打ちました。ゴールイン、0対1、マウロ・イカルディ、これにはキーパーも反応できません。しています、前へ送ってイカルディ、このボールをおっと切り込んでいった、クリスティアーノ・ロナウド合わせた、レッテ決まった。前半41分、マウロ・イカルディ、このゴールでハットトリックです。ほら外から上がっていった、シュートを放つ、入った、ゴールです。0対5、マウロ・イカルディ凄まじい得点力を見せつけています。メデル、ボールを渡します。フィーゴ、フォワードにとって頼れる相棒です。外からシュート、ダイレクトで打った、ゴール1対0、マウロ・イカルディ、監督も大きな喜びを見せます。采配が光りました。前半26分、キックオフです。繋がりません。リーバー、シュート、レッテゴールです。前半33分、2対0、追加点でスタジアムも沸き返ります。ダービッツ上がっていった、シュート、ゴール入りました。後半45分、マウロ・イカルディ、終了間際で貴重な1点をもぎ取りました。さすがのゴールです。ダイレクトで打った、ゴールイン、2対0、マウロ・イカルディ、この試合2ゴール目。キーパーからボールが出ます。抑えて、クリスティアーノ・ロナウド監督、速攻をするように選手たちに呼びかけます。打ってきた、ダイレクト、レッテ決まった。後半37分、0対1、歓声でスタジアムが揺れています。さあ前半のキックオフ、左にエンドを取るのは赤のユニフォーム、イタリアの覇者インテル、率いますはクリスティアーノ・ロナウド監督、フォーメーションは4、シュートです。先制ゴール、前半5分、マウロ・イカルディ吸い込まれるようなゴール、素晴らしいシュートでした。前半7分、キックオフです。ビエラ、右サイド、周りをよく見て、得意の右足でクロス、ダイレクト、ゴールイン。前半14分、マウロ・イカルディ、ゴールという結果を残しました。4へ残るよう指示を出しています。フィーゴ狙ってきた。